鈴木中は日本の実業家。食品企業である味の素株式会社の創業者及び初代社長である二代目鈴木三郎介、二代目社長の鈴木忠春の母。中自身は味の素の創業に直接は関与していないが、中が家業復興のために起こした用土制御は間接的ながら旨味調味料、味の素の開発に貢献した。 味の元株式会社では、真の創業者とされている。また、夫を失った後の中の子供たちへの教育も、実業家としてのサブロースケとタダハルに大きな影響を与えた。相模国三浦郡、秋谷村の豪農の家で、長女として生まれた。1867年に、米の中外省に奉公した。15年後、この中外省から鈴木忠七が独立し、中は、 彼のもとに嫁いだ。サブロスケは、相模国葉山に、米と酒の小売店、滝屋を起業した。中も小売を手伝いつつ、家庭では、長男の大助次男の忠春を含めて、次男次女に恵まれた。サブロスケは、新たな家業への情熱を込めて、自分の幼名の、だしの字と、中の名にちなみ、商標に、の字を用いた。 しかし1875年に大流行した、長地府市で、夫のサブロウスケと次女が急成した。中は29歳の若さにして、未亡人となり、子供たちも一番年上の大介がまだ9歳であった。中は気丈な性格から、長男が一人立ちするまでは、男となって働かなければならないと考えた。夫の死に悲嘆しつつも、亡き夫の残した滝屋を守り、商売を続けた。 残された子供たちのために、父親役もこなした。大介が小学校を卒業すると、藤沢の私塾である、高与塾を経て、商業実務を身につけさせるために、裏側の米国商である、加藤小平商店に奉公させた。その間にも、中は、女で一つで店を切り盛りした。4年後に、大介を実家に呼び戻し、二代目、鈴木三郎介の名を継がせた。 1880年代半ば、サブロース家は陶器に失敗し、1万から2万円もあった父の遺産の大半を失った。それだけでは飽き足らず、家屋敷、田畑や山林まで抵当に入れてしまった。このために、鈴木家は生活費にもことかくほどになった。中は家計を支えるために、秘書客を相手にまがしを始めた。当時は、 海水浴の流行に伴って景色の良い葉山が保養地として注目され始めていたことに着目してのことである。このことが鈴木家の転機となった。曲がりをした客の一人に当時の日本唯一の近代的製薬会社の大日本製薬の技師である村田春都がいた。村田家は中と親しくなり、村田が中たちの球場を知って、 この辺りの海に豊富に繁殖しており、海岸にも打ち上げられているかじめが、用土の原料になると教えた。当時、用土は、医薬品や殺菌剤の原料として需要があり、暴走などで漁民が副業として、用土製造を行っていたが、その量は少なく、日本では用土の大半を、欧米からの輸入に頼る時代であった。中が早速、海岸からかじめを取ってくると、村田により、 用土製造に適していることが確かめられた。中はカウン回復を用土にかけることを決心した。幸いにも家には夫によるナタンネ油の製造所が残されていた。1八8八年八月、中は村田の指導の下、家の庭に作業所を作り、サブロース家の妻テルと共に用土製造に取り組んだ。中は田舎女性に過ぎず科学の知識は皆無。 また設備も貧弱、燃料も焚き火や炭のみで、火加減一つとっても困難な時代にあって、用土製造は決して容易ではなかった。用土抽出の過程でかじめを加熱すると悪臭を伴うため、作業は夜間に行われ、ほぼ不眠不休であった。昭和初期の石井剣道による書、明治事物起源には、元科学者にあらざる没資はいかにしても好結果なく、 母は21日間塩立ちするなど、共に新胆砕きて、苦心せりと当時の苦心が記されている。取り組み開始から数十か後、中とテルは試行錯誤の末に、ついに用土の抽出に成功した。1889年に鈴木家で用土事業が本格的に開始された。やがてサブロスも弟の忠だ春と共に協力した。経営が軌道に乗った頃には、 中は家で雇っていた。作業員たちに混じって連日率先して不眠不休の労働に明け暮れていた。1893年、鈴木家は鈴木製薬所を設立した。サブロス家は営業、忠だ春は技術を受け持ち、中は工場長と言える立場であった。その頃、日本の近代薬学の開祖とされる薬学者の長い長吉の助力も得ることができた。 用土製造は順調に伸び、用土狩り、用土賃金など製品も増えた。1895年には、その事業は民間の枠を超えて輸出も行うようになった。明治30年代末には、その業績は業界随一と言われた。1904年には、日露戦争に伴う用土の需要の増加により、中たちの用土事業は莫大な利益を上げた。中は、 事業の成功を見届けた後、1905年10月14日に59歳で死去した。母妃は三浦市の三つの理事にある。鈴木製薬の業績が不振となった後、サブロスケは東京帝国大学の教授である池田菊内を訪ねた。池田は昆布について研究しており、昆布もまた用土の原料の一つのためであった。池田の研究は昆布の旨味の抽出であり、 用土とは無関係であったが、当時のサブロースケは化学薬品工業界における著名な人物となっており、池田にとっては真っ先に自分を訪ねてくれた一中の人であった。池田は後にグルタミン酸ソーダの製造法を発明して、その工業化をサブロースケに依頼した。やがて鈴木家は一族の総力を挙げて新製品味の素を完成させた。 中は味の素に直接は関連していないが、彼女が始めた用土事業は、間接的に味の素の開発に貢献したことになる。中と夫の初代、サブロスケの名にちなんだ商標は、鈴木家の象徴とされ、味の素株式会社の創業期まで使用され続けた。後年の味の素株式会社社誌でも、当時の社長である鈴木教授が、中らの用土製造が、 味の素の短所であることを述べている。夫なき後は残された子供たちの教育に熱心であった。子供たちには、恩美たちは早く父上に別れて不幸せの子だ。しかしお母さんが父上に代わって、恩美たちをこれからしっかり教育する覚悟をしている。恩美たちはこの母を父上と思って言いつけに背いてはならぬと涙ながらに悟していた。サブロースケは、 味の素の創業後に、写紙で、この時のことは、今でも忘れない。その時、赤ん坊の忠治春でも霊妙な感じを受けただろう。何しろ母のあれくらい真剣な態度というのは、ちょっとその貢献ない。なんだか恐ろしいような気がしたと振り返っている。次男の忠治春が、横浜商業学校に進学した時も、鈴木家は、経済的な危機に瀕していたが、仲が英断して、 七夜で資金を苦面して進学させた。サブロースケは諸突盲信、ただ春は地味な学級派だと、兄弟の性格は対照的であったが、サブロースケが物事に進みすぎて退けなくなると、ただ春が承知しよらんで困りますと、ただ春に押し付け、ただ春は、兄は、あの気象ですから涙もろくてと後処理する名コンビで、あり、こうした結束の強さもまた、中の教育の賜物であった。 サブロースケの妻にテルを選んだこともまた、仲による夫なき後の鈴木家最高の策の一つだった。テルの実家は、名高いご福屋であり、当時の鈴木家とは、家柄が不釣り合いにも思われたが、中の実家が豪能であったこと、さらに中の積極的な働きかけもあって、縁談が成立した。サブロースケが、陶器に明け暮れ、資金調達に、テルの着物まで室に入れると、テルは、 実家から離婚を勧められたが、たとえ小敷に落ちぶれても、里方へ戻る気はありませんと、きっぱりと断った。中は、テルが、期待通りの女性であったことから、テルの妹をダハルの妻に迎え、このことで兄弟と家庭の中は一層、固いものとなった。用土製造にあたっても、中とテルは二人三脚で取り組んでおり、嫁し止めの確執どころか、真の同志と言えた。 初めての用土抽出に成功した日、中とテルは薄暗い作業場の中で手を取り合って喜んだ。中の没後もサブロースケは生涯にわたって中への感謝を忘れることはなく、用土製造の事業は母が起こしそして成功させてくれたと語り、常に鈴木家の成功を母の創意と努力の賜物としていた。サブロスケの没後にも鈴木家では中に対して、 家業の祖として大きな尊敬が払われた。家業に対しては失素と倹約に努めた。用途事業の前の夫なき後の滝や繁盛の陰には中のけなげな姿勢に打たれた取引先や消費者の支援もあった。強い精神力の持ち主であり、家業がどんなに逆境にあっても落胆せず気丈に振る舞って従業員を励ましたりしたため、誰からも慕われた。 商標の、の字から、近隣から、丸中と呼ばれて親しまれ、店は繁盛した。用途事業の本格化の後も、その働きは、男かおまけであった。朝は誰よりも早く起きて、かじめを取るために雇った男たちを船で海に出し、自分はテルと共に、海岸でかじめを拾い集めた。船が、陸に戻ると、かじめの陸上げのために先頭に立って働いた。 従業員が午前三時頃に叩き起こされ、仕事場に出ると中がすでに一仕事を得ていたこともあり、従業員たちが中に負けじと仕事に取り組むことで、職場は常に活気に満ちていた。サブロースケも当初は用土に無関心であったものの、事業に協力し始めたのは朝から夕方まで。 真っ黒になるまで働く中の姿に次第に心を動かされたからである。調味料、味の素の開発もまた苦難の連続であったが、鈴木家がそれを乗り越えることができたのは、鈴木家の土壌を築き上げた中の功績だとする意見もある。事業運営の創意工夫と努力も常に怠ることはなかった。技術面でも、用土仮の結晶も中の作ったものが最も粒揃いであった。 その姿勢は、長井長吉からも高く評価された。長井は、毎年、修学旅行の旅に、葉山に立ち寄り、教え子たちに、君たちに、日本で一番偉い女性を紹介すると言って、中たちの奮闘の姿を見学させて、中や鈴木家が、数々の困難を乗り越えて、事業を成し遂げた功績を生徒たちに説明していた。中の没後も、中の写真を指して、 こういう高学歴でない一夫人でも、これだけ意義のある仕事を残した。まして、あなたが多高等教育を受けた者は、よほど肝を据えて頑張らねばならないと悟していた。社主研究家である村橋勝子も、中の事業家としての統率力、人事管理能力を高く評価しており、実著で鈴木家の救世主と綴っている。ありがとうございます。